はい、送りなさい。買いました。今日は4月24日37週5日10ヶ月です。はい、生まれるまであと16日。はい、今日はマー君と一緒にエコーを確認しました。はい、僕も初めてエコーを一緒に見ました。で、まあその前にね、無痛分娩の問診があったんで、横になってどこにあの注射を打つのかとか、うん、どういう流れでするのかとか、うん、あとはあの、まあ、不安なことないかとか、そういう感じで、まあ一応あのデブッチョじゃないから一応骨は分かるし、うん、まあ打ちやすいっていうことだ。よかった。あとはまあ普通にまあだいたい子宮口 4,5 センチ空いてから入れますよみたいな感じでした。今はまだ全く開いてない。今日はあの内診なかったけん、うん、あのどれぐらい開いてるか分かんないけど、もう来週からは毎回あります。はいはい。で、まあエコー写真ね一緒に見たんですけど、皆さんにちょっとね見せます。はい、顔はですね、はい、見えませんでした。顔はもう見えないそうです。最後まで見えないね。はい、まあ、でもな、赤ちゃん的にはその体勢が普通みたいな感じ。これ横顔かな。なんかほっぺ殴られたみたいになってるこれ。ほっぺ。でも鼻とお口ちゃんと、なんかお口もなんかチューってなってる。口パクパクしてたね。チューってなってる。体重がなんかそこまで増えてなくて。せやな、なんか思ったより伸びが。そう、伸びがなくて、一応、いくつだったかな?2500なんだったっけ。うん、2500。何書いてないか。書いてないな。でもあの一応ね、標準通り、標準通り、まあ、正常範囲内ということで、はい、育っておりましたので、はい、1週間後の、5月1日に行きます、はい。まあ、次からはもう内診もある。だってもうな、10日切るからな。怖い。でもなんか病院に通ってたらなんかメンタル落ち着く、うん、なんかこういろんな人が声かけてくれるじゃない、うん、どうですかとかさ、緊張しますねとか、うん、いろいろ話てくれるけど、家におるとなんかこうやっぱいらんもの、いらん情報がいっぱいあるし、いらんこと考えるけんね、あんま良くないなとか、うん、まあだんだんなよりしんどそうにもなってきたしな、うん、いや本当にもう夜が寝られなくなっちゃった。それはな、痛い、お腹の違和感とトイレ2日前ぐらいが一番痛かったかな、うん、なんかすっごいもうお股と腰が痛くて、うん、なかなか寝つけず、で最近はお腹の張りがひどくなってきました。おしっこ近いっていうところですね。まあ隣の人がちょっとねいびきかいたりたまにするんでね、かい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 ってしてるのが寝不足の理由やな。な、反対向いて寝てたもんな今日。そう、足元でね、うん、ちょっと気分変えてみようと、まあ、そんな感じでもういよいよっていう感じなんで、はい、もう次ね、もうあやばりたいなとか感覚があの短くなってきたら動画を回して、うん、あの随時ね撮れたらなと思います、うん、はい。で、まあ、ちょっと今日しんどいんで明日、お腹の撮影をね、はい、やりたいと思います、はい。まだやってないんかって話なんやけど、まあ、この動画一緒にあげる。あ、お願いします、はい、っていう感じで頑張りましょう。頑張るぞ。おー、バイバーイ。見てこれ、ふざけてるんよこれ、笑って、うん、もう腹立たしいよ、もう撮りたくないうざい、なんか撮りたくなくなってきた。なんかまともに撮れんかね。もう一回写真なしでいこう。あ、そう、どうするんだ。あ、そういう意味だ。そういうねポーズも指示してよ。もう一度こっちって顔引いたの。ちょっと違う、そういうことじゃない。ちょっと低くしてからもうちょっと。違うって、身長じゃないそれ。斜めに持たんですよ、まっすぐ持って、はい、分からへん、それはまっすぐって言われて。よし、ただでいける。いける、できる。いいんじゃない、いいんじゃないけど、シオンがちょっと上がっとる。ほんまや、なんやねん、最初からそうしたら分かったの。いや、落ちるんかなと思ってさ。クソすぎる。思ってるわ。なんでこれ思いつかんかった。お腹が落ちた方がいいんだよ。こうする。うん。もう一点もしてさ、もう。いや、そしたら、うん、下から撮ってるように見えるよ、あの。あ、それが嫌なんやって。顔がでかく見えるから。いや、マジ10ヶ月で撮るわけじゃないね。ほら。でも、
で、お腹がすごいコントになる。ええやん、一回取ったらええやん、何回でも取れんねん。そんなもん持ちてあげる。お腹が見えんもんね。見て見て、いいんじゃない、いいんじゃない、お腹が見える方がいい。もう何もなしでいいんちゃう、二人だけみたいな。あれ思い出すわ、ウェディングポット思い出す。お前の方が顔ちっちゃいけ腹立つね。これいいんちゃう、なんか何だかんだこういうのが一番いいんじゃない、うん、これ見て、うん、これ一番いい、これがいい、うん、鼻で持ったろこの鼻で持った調子でできたね、調子でできた、鼻を持ったらいい、鼻を持ったらいい。あー、いいやいいやいいや、違うリバージョン証明写真と一人でいい証明写真、いってらっしゃい、これぐらい、うん、ちょっと違うな、これでいいか、違いない、これもうちょっと後ろじゃない、これはもうちょっと下げた方がいい、上げた方がいいか、いや、これを下げた方がいい。これで割れた、ほんまにシャレなら今日買ったな。この日のために iPhone を買いました。これで、あ、そんなんでいいんじゃん、芸人のなんか宣材写真みたいな。あ、あ、あ、こいつら忘れとった、こいつらおさんだよ、もちそっち行けよ。これでいい、いいよ、いらんこせんなんて、優しい顔だった、あれ持つ、あれこいつ、これ撮りたい、かわいい、こっちこっちこっち、どけってこと。えぐいな、ほんまに扱いが。これリス、どうやって持ったら持っとる、その人見えん、ちょっと。マジでキュラつく、シール貼ります。貼り方わからんねんけど、これぐらいかな、もうちょっとした。なんで調べてないのか、もういいよ、別に適当に任せる、ちょっと思ったんだ、ちょっとこういうのってセンスがいるよね、うん、こういうセンスないの、うん、知ってる、だけ嫌ないよ。自分でやれよ、無理じゃない、自分でやるの、そう、うん、なんか美的感覚の欠如や、全くないもんな、センスが、うん、なんか腹立つ。意外と撮ったら、ああなんかいい感じになるなみたいな、ね、悪くないねんけど、ベビーだけ場所おかしいわ、注文が多いわ、はちょっと待って、見てくる、難しいわ、いいよね、うん、かわいい、2、1、いいよいいよ、撮りましょうかな、はい、じゃじゃじゃーん、着替えました、麻婆のユニフォームもあります、ソロコーデします、マルチューネス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 、おしまいってこと、お疲れ様でした、お疲れ様でした、いや疲れた、え、でも何、うちこの文句言ってるやつ取られてるの全部、うん、は最悪なんやけど、最悪なんだけど、イエーイ、止まりました、終わった、ちょっと今日イラついて疲れました、ね、昼寝しよう、疲れたよ、おやすみ、バイバイ、悪くねえな、あとは何だ、BPD は 8.9 第一頭位、頭は真ん中ね、背中はこっち側、背骨が見えてますよ、はい、ここはお尻です、心臓はここですね、お腹です、はい、心臓が動いてますね、はい、部屋は4つ見えてますよ、
の段ですね。お腹の周りになってきました。 AC は 30.1。5.8、赤ちゃんが後ろ向いてるからね、はい、顔とか全然見えません。これが目ですよね。これが鼻です。はい、これがしか見えないね。ちょっと押さえます。痛かったり、はい、
はい、お母さんの背中の方向いてますけど、はい、